政宗が生涯愛した正妻ネゴ姫、独眼竜の異名を持ち現在でも大人気な戦国武将の伊達政宗。そんな彼は政略結婚だった妻を生涯愛し通した男でもあった。その妻はメゴ姫と呼ばれた容姿端麗な女性。二人は政略結婚で結ばれた。しかしメゴ姫が嫁いだ矢先に政宗の暗殺未遂事件が起き、さらにメゴ姫は生涯のほとんどを豊臣秀吉や徳川家康の下で人質生活を過ごすことに。天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は自身が住まう京都に大名たちの妻子を住まわせ、人質に取ることで反旗を翻すことがないようにしようとしたのだ。そんな生活の中でもメゴ姫は秀吉や大名同士の動向を警戒し、情勢の細やかな変化を東北にいる夫へ伝えた。伊達政宗には少なくとも7人の側室がいたが、正室であるメゴ姫を大切にしており、メゴ姫を気遣い数多くの手紙を送っている。結局メゴ姫は愛する夫の最後に会えぬまま生涯の別れを迎えたが、政宗との愛は年老いても消えることはなかった。